いい？微妙？微妙かな。髪はもうこれで諦めましょう。いいかな。ちょっとアイライナーだけ追加しましょう。つまっちゃん流れ星ありがとう。みんなこんばんは。アイライナー描いてるとこって世界一ブサイクな気がする。うん、よし。どう？そんな変わってない。まあいっか。まあ気になったらつどつど直しましょう。ふう、 OK かな。森進さん、ポポチョコレートありがとう。テコン、お疲れ様でした。日のメルカリ方です。ありがとう。今日は定期公演でした。頑張りました、頑張りました。今日メイドさん来たんですけど、今日は新鮮なメイドさん来ました。ちょっと大人っぽいメイドさんっぽい感じのやつにしました。え、大丈夫？微妙？大丈夫かな？もう、かこつけようかな、もっと。かこつけようかなって言って、今からさ、なんかこうやってさ、なんかね、可愛くしてもすっごい気まずいよね。あ、かかかかかかをつけてるみたいな感じになるよね。やっぱり気まずいよね。まあ、いっか。まあ、いっか。なんか顔赤くね？顔赤く見えない？もう、ライブ終わってボロボロなんだ。メイクか。だって今日お昼からメイクしてっからね。そう、撮影でメイクしてました。みんなこんばんは。カウントダウン配信だね。そうなんですよ、カウントダウン配信なんで。でもあれですね、ヘアノちゃんは、あ、そうだ、その時近くなったら言ってください。画面を縦にして、あの、ちゃんと時計が見れるようにします。なんかスマホね、縦だったら時間が見れるんですけど、横だったら時間が見れないの。ヘアノ今横にしてるんですよ。あ、それかみんなが教えてください、教えてくれたさい。あ、教えてください、それがいい。教えて、みんなの54ってやろう。一日お疲れ様、ありがとう。本当にありがとうね。今日はバレンタインデーですね。みんな本命チョコはもらえましたか？チョコもらえましたか？まあもらってないですよね、みんな。矢野ちゃんからのチョコ以外いらないよね、みんな。そうだよね。ふん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 。なお23時42分42分か。ふう。でもさ、でもさ、お部屋のはね、30分から始めようと思ったんですけど、なんか部屋のが遅く配信をしたせいでギリギリ間に合わなかったせいで、間に合わなかったせいで33分まで公式で配信して、そっからログインができなかったせいで、さっき配信をスタートすることになってしまいました。なんということだ。うん、ロイクッキーありがとう。ロイ兵のことをロイって久しぶりに呼んだ気がする。純太郎さん、ハートありがとう。みんなありがとう。やばいやばい。あ、ポポチョコレートもありがとう、ロヘン。やばいやばい。二十歳二十歳。あ、チョコレートもありがとう。何これ？なんか頭にピンついてるんだけど。なんだこれは。あ、今日カチューシャを止めてたから、そのピンがまだ残ってました。なんてこった。やばいやばい。純太郎さん、ポポチョコレートありがとう。もっと余裕を持ってね、帰ってこれたらよかったんですけど、ちょっとバタバタになっちゃった。高城くん、ハートありがとう。今日ね、押したんですって。ちょっと押してたらしい。まあそういう時もあるよね、ということで。でも可愛いから OK だよね。 OK ってことで信じてます。でももう19歳が終わっちゃうんですよ。もう怖くて不安でどちどちみたいな気持ち。 OK ですね、 OK だよね。じゃあ OK。 見て、ここにね、名前にね、ひなのって書いてくれてるの。優しいよね、ひなの。フリクッキーありがとう。高城くん、ポポチョコレートありがとう。でもめっちゃ一生懸命文章考えてる。何の文章？二十歳になったやつ。てかさ、あの、役ついとさ、全然さ、なんかさ、文章本当に考える時間がなさすぎて、二十歳になりましたしかできなかったんやけど、どうしよう、大丈夫かな。まあ、最悪、まあ明日のお昼になんかしましょう。え、いいかな。二十歳になりましただけでとりあえずいい。写真は生誕のやつ載せようと思ったけど、そう、公開した方がいいかなって話になって、成人式のやつでも載せたらっつって、二十歳っぽいしっていうのをスタッフさんと今日話して、まあ振り袖の写真にしました。うん、大丈夫かな。みんなおめでとうツイートしてね、ひなのちゃんに。
やんちゃんにリプもしてね。大丈夫かな、なんかさ不安でいっぱいなんだけど。大丈夫かな。ティガークラックありがとう、ティガーありがとう。てかさ、ネイルしたらさすごいさ手がクリームパン感なくなったよね、思わない？あ、こう見たらクリームパンなんですけど、こう見たらクリームパン感なくなりましたよね。時々やばいやばいやばい、ん、何の不安、なんかもう10代じゃなくなるもう10代じゃなくなるし、なんかいろいろなんかでもちゃんと準備ができてなさすぎて、そう不安めっちゃ。大丈夫かな、まあいいよね、人生乗りと勢いで生きよう、それが野田ひなのって感じがするよね。あつし、あつしちゃん、ひなのちゃん、ひなのだいぶお疲れ、ありがとうね、ありがとう、今日来てくれてありがとうね。そう、今日はチョコレートクッキーを配りました、配りました、プレゼントしました。ひなのちゃんのをゲットできましたか？ひなのちゃん以外のをゲットした人もまあいると思うんですけど、ひなのちゃんの、ひなのちゃんのチョコレートだと思って食べてください。同じくその不安ですね、やばいマジで不安なんだけど、大丈夫でしょうか野田ひなの、大丈夫かな、負けてないよね、なんかやな、なんでなんで、なんかさ二十歳になるからさめっちゃちゃんとしたかったんだけど、まあいっか、かわいいし、自己肯定感は高め、最高な生き方、音符音符。大結婚してありがとう、大輝ありがとう、絶対に絶対に絶対に結婚しような、ありがとう。役ツイートしてきた、ありがとう。母さんどうやって保存すればいいのですか、表面のところ、あのね、こうクッキーがこうやってあるじゃん、こっちのひなのちゃんが飾り付けした方とひなのちゃんが飾り付けしてない裏目の方、真っ二つにして飾り付けた方はもう保存して、飾り付けてない方は食べましょう。嘘です、カビて汚くなっちゃうので食べてください。カン、こんばんは、ありがとう。これユミタンのでした、あ、ユミタンだったの、ユミタンはお絵描きが上手なのできっときっと綺麗ですよ、めっちゃ。でもひなちゃんのだと思って食べてくださいね。赤ちゃんハートありがとう。敵ちゃんと可愛いから大丈夫だよ、そうだよね、大丈夫だ、まあいいでしょう。私服はちょっとなんかあのちょっと素敵な感じの私服を着ました、二十歳になるから。ドキドキするんだけど、大丈夫かな大丈夫かな、二十歳になっちゃうんだけど大丈夫かな、不安だにゃん、大丈夫かな。あつしハートありがとう。山助さんお誕生日おめでとう。あともう10分ぐらい15分ぐらいで二十歳になっちゃう、やばい。レジンの中に沈めて保存します。あ、確かに、そしたら腐らないのか、ひなのちゃん愛強いね。野田希望みたいだっけ、なんだっけ、野田求むみたいなやつやってたでしょ、あれね、メンバーに言ったらねみんな大爆笑してました、やべえ、おめでって言って、おもろいね、あなた求む野田、あ、それだ。慎吾、ひなのんは大丈夫や、大丈夫かな、大丈夫だよね。ヨウ様流れ星ありがとう。メコビチさんお手をお風呂出てきた、間に合った、よかった、ありがとうね、おかえりなさい。ドキドキするな、大丈夫かな。そうでね、なんかねいろいろもらったんですよ、これとか、これはなっちゃんがこのままお泊りさせてくれてありがとうってことでくれた、なんかねいろいろもらったの、今日差し入れがいっぱいいっぱいです、差し入れいっぱい、嬉しいね。定期公演の時は差し入れいっぱいです、プラスあとバレンタインだから差し入れいっぱいです、嬉しいですね。あ、これももらいました、これももらいました、あのクリスピークリームドーナツもいただきました。これはユミのママさんからいただきました。これはリアの手作りカップケーキいただきました。これはクレシドラ、あ、クレシドラさんの伊田エリナちゃんが見に来てくれてて今日くださいました。これは夏美からもらいました。でひとみさんがパンプレをくれました。今日はいっぱいいろいろもらいました、もらったもの紹介してた今、
嬉しいね、嬉しいね、いっぱいもらえて幸せです。こんばんは。りあちゃん手作りすごいね。やっぱね、JK は手作りで大変だよね。りあちゃんも若い時はめっちゃ頑張って作ってました。めっちゃ気合入れてましたよ、バレンタイン日なの。もう6種類ぐらい作ってみたいな、めっちゃやってました。めこびちゃんさんありがとう、ピンクカメラさん、かわいい服、かわいい服ありがとう。かわいいでしょ、白色の洋服。クリスピークリームドーナツでこじはるさんとのコラボやってた。あ、そうなの。そうなん、これは多分バレンタインのやつかな。チョコレート、チョコレート。そういえば野田部屋のあれしましたっけ、ツイートね、部屋の始めますみたいなツイートしてたよね。ツイートはしたよね。ストーリーはまあしてないけど、まあギリギリ、うん、まあいっか、やりますみたいなの言ったか。まあいいだろう。梅子ビタさんです、ありがとう。いいかな、二十歳になりましたしか載せてないんだけど、予約ツイート。いいかな、もうずっとさドキドキしてさ、なんかさ普段ならさなんか大して気になんない内容でもドキ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 してさ、なんかすごい気にしちゃってるんですけど、なんかちゃんとちゃんと完璧にしなきゃとか思いながら、なんかすごいドキドキしてるんだけど大丈夫かな。皆様こんばんちゃ、ありがとう。クッキーありがとう。ヤッホーありがとう。イルダナスタンポポチョコレートありがとう。あー、ドキドキする、二十歳になっちゃうよ。みんなシアが二十歳になっちゃうんだよ。なんでみんなそんなさ平然としてられるの。こんなにさ部屋はドキドキしてるのにさ、ドキドキしてさ不安でいっぱいなのにかかる、なんでみんなそんなさ平然としてられるの。ミュウさんはやっぱり節目だからね。そうなんですよ、だからもうドキ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 してます。普通に怖いんだが。ピンクカメラさん、チョコレートありがとう。大輝緊張しすぎて立ち寄る。やっぱりやっぱりそう、ピアノだけじゃなかった、よかった。マジで緊張してるんですけど、どうしましょう。あれしてね、みんなカウントダウンしようね。トモさん、ポポチョコレートありがとう。ピンクカメラさん、大人になっちゃう。そうなんです、大人になっちゃう、やばい。母さん、オタク帰宅間に合った、オタクお帰り。求むのだ、偉いね、帰ってきて偉いね。どうせ他人の誕生日だから、おお気まず、おお気まず。確かにね、まあそりゃそうなんですけどさ、部屋のドキドキしてるよ。アイターさんこんばんは、見に来てくれてありがとう。トモさん、ナウ、23時52分、やばいんだけども。アイダーさん、クッキーありがとう。やばい、あと8分です、あと8分、はい、あと8分、やばい、ドキドキする、大丈夫かな。20歳のさ瞬間さ、あのカカカ顔とか綺麗かな、髪とか大丈夫、リップとかついてるかな、大丈夫かな、口角ラインとか平気かな、いいかな、いいかな。こんなにさ挙動ってる野田部屋の見るのあんまりないでしょ、皆さん、ないと思います。ないですよね、私あんまり挙動ることがないので変な感じがします。うん、ひなのいつも広角ラインを入れております。20歳になると誕生日興味なくなるからね。そうなの、もうひなの今もうドキドキで、ドキドキでもうやばいよ。てか、うお、緊張してきたね、緊張する、大丈夫かな、すごいなんか誕生日ですわ、ひなのちゃん誕生日になっちゃう、やばい、怖い。誕生日の瞬間さ、でも一人でさ過ごすの寂しいね。でもみんながちゃんと見てくれてよかったです。一人じゃない、一人じゃないってことですね。はい、ドキ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 、ホリクッキーありがとう。ドキ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 、やばいよ、まあ大丈夫だよね、普通にね、あの年を重ねるだけだもんね、誕生日って言っても。そうだよね、そうだよね、そうだよね。ドキドキしてます、ドキドキしてます、緊張するね。普段そんなに緊張するタイプじゃない気もするんですけど、いや緊張するタイプかもね、わかんないけど、そんなに、そんなになんですけど、今日はちょっとドキドキです。ドキドキさんチーム、あと6分、あと6分、あと6分、やばいやばいやばい。みんなリアルタイムで教えてくれてありがとう、リアルタイムで教えてください。みんなでカウントダウンしような、ナマちゃんの20歳の瞬間をみんなで祝ってください。
やばいやばい、もうさっきからやばいしか言えてない。で多分部屋の緊張してるんですね、さっきからめっちゃ喉が渇く、さっきからめっちゃお水飲んでる気がする。じゃあ今日は差し入れでスタバもらいました。いた、手の皮を挟みました。キャラメルクリームにしました。安定にライブの方が緊張したのは不思議だ。ライブも緊張しますよ、それはもちろん。でもなんかね、普通に誕生日で緊張するってさ、普段ないことじゃない？だからなんかわーみたいな気持ち今。どっちどっち。母ちゃん結婚してありがとう、お母さんありがとう。絶対に絶対に結婚しような、求むのだ、しような求むのだ求むのだ。あれはマジでおもろかった、最高。キャラメルクリームカスタムとかする？あんましないけど、なんかアーモンドのやつにしても美味しいし、なんだっけ、シナモン入れても美味しいし、シナモンだっけ、うん、なんか入れても美味しいし、なんかいろいろしても美味しい。でもあんま部屋はしないかもしれへん。でもしても美味しかった。なんかカスタムがめんどくさくて全然してない、普段してないかも。でもしても好きだよ。まあ確かに一緒にいるか。そうですよ、20歳の誕生日で、20歳ですよ、20歳の誕生日っていうのはもう人生に一丁の一度の一度の節目なので、結構ドキドキ。矢野が20歳、未だに本当に信じられないし信じたくない現実。今度はキャラメル飲もうかなって思ってる。飲んで飲んで、マジで美味しいから、マジで美味しいよ。だって誕生日迎えた瞬間に最強に可愛くなるし、最強に可愛くなっちゃうんだからね。今でも可愛いんですけど、もう最強に可愛いを爆発させちゃうので、させちゃうので、お祝いしてね。お祝い用のロールケーキ買ってきて、スタンバってる。偉いね、あきちゃん。ひなちゃん用にお祝い用のロールケーキ買ってきてくれてるの、偉いじゃん。のしてね、じゃあひなちゃんおめでとうって、ありがとうね。ドキドキしてるんだけど、やばいやばいやばい。野田部屋の、あの野田部屋の何も用意してないんだけど、えつ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 。まあ、でもまあ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 、明日ね、明日は配信するからね。一応明日は飲酒配信ですって。飲酒配信をするので、明日も見てね。明日の19時から19時45分までかな、配信して、その後トークポットがあるんですけど、みんなぜひ来てください。飲酒配信、そう、飲酒配信なんだって。ドキドキじゃないか、不安だよね。めっちゃ不安です私は。野田編のが倒れるかもしれない。みんな倒れた。緊張してる感じはなんか変わる。本当に？だってさ、編のがさ、配信しながらさ、緊張してる時なんてさ、あんまあらへんやろ、もう。もうないと思うから、確かに新鮮かも。なおちゃんが緊張してる。まあ、ライブ前とかもちろん緊張してますけど、みんな見ひんやん。だからさ、編のが緊張してるとこ見んのマジで新鮮じゃない？ふふふ。時々ですね。やっぱりヘナは見物ですね。どうなるんでしょうか。どうなると思います。 BGM に涙サプライズ流したい。ハッピーハッピーバースデー流しましょう。でもヘナのスマホが1台しかないので流せません。悲しい。なお23時58分10秒キャー、あとちょっとあと2分だ。やばい、どっちよ。みんな緊張してきたよ。どうしようね、怖いね。20歳になっちゃうね。ドキドキだね。なんでみんなそんな平然としてられるの。ひなのが20歳だよ、だって。でも楽しみだね。59、あと1分なの。あお願いだから叫ぶな、野田ひなの。近所迷惑、野田ひなの。静かにしろ、野田ひなの。あ、やばいね、みんな。やばいね、やばいね。やばい、発狂してるやのね。ドキドキしてるよ、ひなちゃんは。みんなどういう気持ちなの。ドキドキしてるでしょ。もうだってあと何十秒かでしょ。20歳になっちゃうね。20歳ですか。ドキ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 。もうすぐ20歳、もうすぐ20歳。ひなちゃん、あ、35秒。47秒ってこと、あと10秒ってこと。50秒、51、52、53、
54、55、56、57、58、59。公式が載せるんですけど、全然可愛くない写真っぽくて、今ちょっと見ただけうってなった。可愛い写真を使ってほしいですね。どうなってるんでしょうか。20歳になりました。本日誕生日ですって入れよう。本日誕生日、20歳になりましたと。わー、誕生日です。BPM さん、流れ、あれです、クラッカーありがとう。純太郎さんもクラッカーありがとう。みんなありがとう。純太郎さん、ブーケありがとう。あ、写真ではなくて、あ、動画で、あ、動画だったんだ。動画だったんですね。みんなありがとう。微妙な写真見てくれ。可愛いかな、ちょっと一回見てみて。わかんない。部屋のもう、あの、通知で見ただけだから。みんなありがとう。20歳になりました。初見さんもありがとう。お誕生日迎えました。あ、夏美、夏美ありがとう。お誕生日迎えましたよ、私ありがとう。あ、初見さん、安張さんかな。クラックありがとう。純太郎さん、ハートありがとう。ゆるななふさん、流れ星ありがとう。動画可愛かった。あ、可愛かった。あ、じゃあよかった。セーフセーフセーフ。ギリタエ、あぶねー、あぶねー。よかった、ちゃんと可愛かった。よかったです。嬉しい嬉しい。二十歳になりました。奈良部屋の二十歳、2月15日、本日で二十歳。やばいね。ドキ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 でした。アンジンと呼びます。誕生日巡りします。アンジンさんっていうのね。誕生日巡りありがとうね。誕生日になりました。アンジンさんありがとう。やばい、みんなお誕生日おめでとう。ありがとう。あやかハットありがとう。わあ、お酒飲めるね。お酒飲めるようになっちゃいました。やばー、激ヤバ祭りなんだが。三毛猫さん、流れ星ありがとう。あー、二十歳だよー。ひなちゃん、二十歳。やばいやばい。でもなんか二十歳感ありますかね。あんまない。個人的には、個人的にはドキドキしたって感じ。嬉しい。二十歳、みんなありがとう。12時の瞬間をお祝いしてくれてありがとうね。コンビニで年賀されるよ。うわうわ、確かに。え、二十歳ですってできるってことやろ。かっけー、野田ひよのかっけー。え、それしたいね、それしたいね。おもろいじゃん、それしたいね。え、やりたい、それ、それやろう、絶対に。二十歳ですってしよう。わわわわわ、二十歳。なっちゃん二十歳。みんなありがとう、みんなありがとうね。お祝いしてくれてありがとう。20歳、祝二十歳。矢野のあのさ、ツイートもツイートされてるのかな。予約ツイートもされてた。ちょっと誰か見て。やばいやばい、二十歳です。みかねこさん、バラありがとう。大人ボタン押せるんだったけど、何大人ボタンって。あ、プチってやつか。あ、年齢確認がどうたらこうたらみたいなやつか。20歳です。いや、されてたよ。あ、よかったよかった。あ、されてたみたいですね。今夏美がいいねしてくれて通知が来てました。みけねこさん、ポポチョコレートありがとう。お誕生日おめでとう。ありがとう。お誕生日迎えました。ありがとう。着物のやつ上がってたよ。よかったよかった。
たちになりました。早いですね。もう大人になってしまいました。もうね、キッズとは言われない年齢になってしまいましたね。ですが野田ひなのは今後も一生赤子を貫き通していこうと思います。なので皆さん、二十歳になった野田ひなのも一生大切に大切に育てて甘やかしてください。よろしくお願いしますやばっ、まだでもひなのまだ自分が二十歳の実感が全く湧いてません。やばい、今日酒飲むの見て20歳実感するんだろうな。ねー、やばいね、やばいです。20歳、お酒、20歳、20歳です。抱負をどうぞ。抱負ですかね。まあでもそうですね、ひなのちゃんはまあ一生赤ちゃんでいたいとは言うんですけど、もうそろそろみんなを引っ張っていけるような大人になりたいなとは思ってるんですけど、そう、7部屋の本当に自分がまだ大人っていう感覚がないんですよ。本当に成人式があったじゃないですか。成人式があったんですけど、それでもなんか自分がまだ大人みたいな、成人みたいな感覚が自分でもまだ湧いてなくて、そう、今でも20歳になったみたいな言ってるんですけど、正直まだ実感がないんです。実感がまだ湧いてなくて、まだなんか自分キッズみたいな気持ちで、なんか本当に正直問題、全然まだ大人の感覚に慣れてなくて、自分的に。なのでまあ少しずつちゃんとした大人に、ちゃんとしてないみたいですけど、今がちゃんとした人間になれたいなと思います。そうですね、そんな感じです。ジェンタロさん、ハートありがとう。ヨイチポポチョコレートありがとう。あやかもポポチョコレートありがとう。ありがとう、みんなありがとう。そういう気持ちですので、皆さん野田ひなのを見守っていてください。一生ひなのだけを愛そうな。約束、二十歳の野田ひなのも愛してください。二十歳。やばい、なんか緊張しすぎてもう目乾いてきたもん。なんかもうやばいね。でも嬉しい、ひなのは嬉しいよ。ひなのはひなのは二十歳の瞬間をみんなにお祝いしてもらえて嬉しいです。嬉しい。ちゃんと大人になりますので、みんな一生愛してください。当然ありがとう。そうだよね、当然だよね。お誕生日おめでとう、ありがとう。みんなありがとう、おめでとう、ありがとう。二十歳です。嬉しいね。あのね、一番はひなこでした。ちなみになっちゃんが一番に送るって言ってくれてたんですけど、一番目指すって言ってくれてたんですけど、もう一番はひなのこちゃんでした。早かった、あの人は。もう素晴らしいね、あの人は。さすがです。奥原でした。さすがです。母さん、ポポイチョコレートありがとう。さっき動画載せておきました、ありがとう。後で見るね。嬉しい、やった。あ、今石橋奈々から引用でのひなのお誕生日おめでとうツイートが来てます。嬉しいね。ひなこ、さすがひなこね。本当にさすがです。本当に仲いいんだね。マジで仲いいよ。本当に仲いい、ガチで親友です。ひなこついえ、本当に彼女はすごい。ガチでひなのが二十歳みたいな言った瞬間あるじゃん。もうマジでそのタイミングよかった。ガチですごい、さすがですね。やばい。でもまだマジで実感が湧いてない。まだ正直19歳の気分。もう部屋のは10代じゃないだなんて考えられますか。考えたくない。あやか、みんなのこと一番に言われてるイメージ、本当にすごない。彼女すごいやん。すごいじゃん。ぴったり賞ですね。ぴったり賞です。やばい。二十歳。やばい。ルサイチさん、初見さん、お誕生日おめでとう、ありがとう。考えられん。いや、マジで考えられん。二十歳連呼しないで。いや、本当に、なんかもうマジで感覚が湧いてなさすぎるのと、もう変な感じがして、もう、二十歳って感じ。やばい。
ちゃんケーキありがとう、あきちゃんありがとう、ケーキもぐもぐありがとう。体のやちからもリップ来てるね。それは同い年か。本当に嬉しい。リップ来てるの？嬉しい嬉しい嬉しい。ちょっと見よう。マジでちょっとこの後ツイッター開くのが楽しみだな。嬉しいな。ヒナノが20代って言われても信じられない。いやマジで信じられないし、ヒナノも信じたくない。ちょっと信じたくない気がする。やばい。励ましをありがとうさん、初見さん、二十歳のお誕生日おめでとうございます。野田ひなのさんの一年が素敵な一年でありますように。ありがとう、素敵な一年にします。初見さんありがとうね、みんなありがとう、みんなおめでとう、ありがとうね。あー本当に信じたくないが二十歳になりました。でも二十歳は嬉しい。めぐみのさんお誕生日おめでとう、ありがとう、みんなありがとう。すごいなんか春もなんかツイートしてくれてるっぽいですね。嬉しいね、通知が来てますね。ありがたいですね。野田ひなのはもう本当にみんなから愛されております。幸せです。でも本当にね思ったんですよ、この生誕の、まあ、2月24日に生誕があるんですけど、あるんですけど、もう本当にそれでなんか私は本当に周りの人に恵まれてるなと心から思いました。そう、まだ言えないこととか皆さんに公開してないこととかもあるんですけど、そうあるんですけど、本当に野田ひなのはマジでみんなに恵まれてるし、マジで幸せ者だなと本当に心から思ってます。カッキーお誕生日おめでとうございます、ありがとう。にゃんばくさんお誕生日おめでとう、ありがとう。本当にね、私はね本当にもう周りの人にマジで恵まれるんですよ。これはガチで結構人生の自慢なんですけど、本当に周りの人に恵まれていて、本当に本当に毎日ねありがたいなと思いながら生活しております。本当にでもこの、まあ思ってたんですけど、常日頃からこの生誕祭でマジで実感しました。おーおーってなりました。嬉しいね、本当幸せ者です、野田ひなのは。だから皆さんこれからも野田ひなのを幸せにしてください。まあ野田ひなのが幸せにするんですけどね。今日から今 LINE が来たんですけど、たくさんお酒飲もうねって来ました。かわいい、かわいいな、お酒たくさん飲もうねって来ました。明日会うんですよ、ひなこと京香とみつほと4人で会います。一面で会うんです。ひなのちゃんの二十歳をお祝いしてくれます。みんなでお酒を飲みます。二十歳だね、ひなの。嬉しいね、嬉しいね、ドキドキだね。でもそう、なんか二十歳を迎える瞬間にお酒を乾杯ってしようかとも思ったんですけど、二十歳を迎える前にお酒を買うことなんてできないわけじゃないですか。そう、実家とかにいたらマミーとかに買ってきてもらって、ヒナノがその瞬間に飲むとかできたんですけど、 そう、それができないから、明日の7時からの配信までお酒はお預けにしようと思います。みんなから LINE が来てます、嬉しいね。イサさんお誕生日おめでとう、ありがとう。お酒には飲まれないようにね。お酒に飲まれません、野田ひなのがお酒を飲みます。ん？あれ？ちょっとよくわかんないけど、みんな20歳以上なのやばいね、マジでやばい、本当に20歳以上なのやばい。ゆいち、チョコレートありがとう。猫ぶちさん、その3人はすでに飲み慣れてる感じがするな。さすがですね、さすがもう二十歳なだけはあります、大人さん。野田ひなのもみんなに教えてもらいます。怖いな。なるほど、2歳になる瞬間お酒もいないのね。そうなのよ、そうなのよ。だからね、だから明日にする、明日にする。ゆいちハートありがとう。高志郎君、坂なんとかさんに、ああ坂田さん、ああマネージャーさんかなにお酒買ってきてもらう。そうしましょう。でも明日は毛利さんがなんか買ってきてくれるらしい。ね、大輝結婚してありがとう。大輝ありがとう、絶対に結婚しような。大輝ありがとう。やばいやばい、記憶はなくしちゃダメよ。でもさ、ヒアノがさ一口でぶっ倒れたらガチで、ヒアノはその後のトークポートとかその後の配信が終了するので結構怯えてる。マジで怯えてる、マジで怯えてます。でもヒアノはなんとパパに教えてもらってることがあるんですよ。お水をたくさん飲むこと、あとなんつってたかな、あとはなんか食事をしろみたいな感じのことなんか言ってました。なんかよくわかんないけどって言ってたので、その私はその2つを信じてお腹を満腹にしてお水をガブ飲みしていこうと思います。
っていうのをヘナも学んでいます。緊張ですね。森さんいきなりものすごく高いお酒持ってきたりしてね、どんなお酒を飲ませてくださるのでしょうか。怖いね。ぶっ倒れたら事故だよね。怖いよね。大丈夫かな。空腹にアルコールは回るからね。回るじゃあダメだ。怖いな。満腹にしなきゃ。赤さんお誕生日おめでとう。ありがとう赤さん。ありがとう。私はスヤーって倒れます。スヤー、ひなちゃんもスヤーって倒れちゃうかな。大丈夫かな。だってひなのさん、あのその後トークポートなんですよ。なんかそうトーク本来ならトークポートからのあの配信だったんですけど、あのちょっと時間の関係で配信からのトークポートに変更になっちゃって、だからお酒飲む前にウコンドリンク飲んどくといいかも。あの栄養ドリンク的なやつですよね。それをじゃあヘアノはあの片っ端から買い込んで片っ端から飲もうと思います。それでも良くないのかな。大丈夫かな。怖っ、不安だにゃ。あでも明日の7時からですからね。みんな見てくださいね、明日の7時から。採血とかのアルコールで赤くなりますか。あ全然あの採血とかあの点滴とかめっちゃしてたんですけど、全然大丈夫やった。ってことは大丈夫かな。明日 お酒買ってくるの忘れないようにしなくては。お酒ひなちゃんと一緒にあのひなちゃんと一緒に乾杯ってしましょう。絶対に明日配信するので17時45分かな、このアカウントで配信するので乾杯しましょう。1本でいいのか。どれがいい。なんかさ一番さ強そうなやつがいいな。なんか無敵そうなやつ。山田スペシャルさんお誕生日おめでとう、ありがとう。広く一口は舐める程度で試せば大丈夫かな。ペロみたいな。大丈夫かな。怖いな。ぶっ倒れませんように。酔ったら顔赤くなるけどほぼ変わらない人です。大丈夫かな。ヘアノちゃんは大丈夫かな。ワッツアップ、ま、ならまあそこまで心配しなくてもいいんじゃない。塗ると飲むは違うけど本当にまあ大丈夫だよね。ドキ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 。ゆうちクッキーありがとう。マリコ私もお酒買うかね。一緒に乾杯しましょうみんなで。湯の舞ちゃん久しぶりじゃないか。ヘアノの持ってる湯の舞ちゃんかな。お誕生日おめでとう、ありがとう。舞ちゃんありがとう。母さんこれでお酒激中だったら思う。確かにヒアノが無敵かもしれない。余裕もっといけるみたいな感じかもしれない。ラスト17時あ違う19時40分間違えた。7時と17時間違えた。19時40分です。19時から19時40分です。大ミスしました、ごめんなさい。19時から19時40分、7時です。夜の7時でした。間違えちゃいました。おバカさん発揮、二十歳なのにもうすでにおバカさん発揮しておりますのだひなの。えへてへぺろ、やば。二十歳になったのにもかかわらずすでにもうあの時間を間違えるという大ミスをかましました。二十歳になった時ぐらいはちゃんと素晴らしく大人っぽい姿を見せようと思ったら時間を間違えるなんてことをしてしまいました。アンデレ初訪問の方ありがとうございます。その間違いは未だによくやる。本当？じゃあ大丈夫かな。19時から19時40分ですね。了解。そうです、19時から19時40分配信するので見てね。明日配信します。明日飲酒配信するのでみんなも痛い足ぶつけた、みんなも一緒にお酒飲んでください。大丈夫、30になった俺もやる。本当？じゃあ大丈夫か。バツアップでもやるなら大丈夫だね。ケントさん、ショッケンさん、こんばんは。ケントさん、ありがとう。こんばんは。みんな、こんばんは。みんな、ありがとう。ドキ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 。そう。で、ひなのはね、クリスピークリームドーナツを食べたかったんだけど、今、自分が白な服なことを気づいて、こぼしそうだから、ちょっと後にしよう。ドキドキ。今日も新幹線の切符買うときに間違えた。本当に？じゃあひなのと仲間じゃん。じゃあ大丈夫か。そうね、高城くんでも間違えるんだもんね。大丈夫だね。ケントさん誕生日なんですね。おめでとうございます。そうなんです。二十歳になりました。ケントさんありがとう。
ありがとう。二十歳です。ドキドキですね。ドキドキ。怖いです。19時、20時、トクポと3巻は確定か。ふう ?19 時から配信してって、そういうこと ?1 時間に1本ってこと?そういうこと?うん?大丈夫かな、ひなちゃんは。不安ですね。とにかく、その何でしたっけ、ウコンと、ご飯と、お水を、三種の神器として、私は、持ち運ぶことにします。てか、明日の野田部屋の荷物が大量かもしれない。水2リットルぐらいあったら大丈夫かな。2リットルぐらいお水用意してくれるのかな、スタッフさん。大丈夫かな、言っとこうかな、LINE で。すみませんが、明日はお水をたくさん用意しておいてください。事務所だからあるのかな。ケントさん、初見さんの方ですね。クラッカーありがとう、クラッカーありがとう、ケントさんありがとう。そんな心配せんでも楽しく過ごせると思う。本当?でもね、すっごい楽しみだよ、楽しみなんですよ、めっちゃ楽しみ。でもママがね、めっちゃ弱いから不安なんですよ。でもパパは強いから、そう、ドキドキ。でも、めっちゃ楽しみ。ひなちゃん、二十歳!みんな、ひなちゃん、二十歳!ひなちゃん、二十歳になりました。祝。そこまで心配しなくて、しないでもなんとかなるさ。なんとかなるよね。そうだよね、大丈夫だよね。人生なんとかなる、楽しんだもん勝ちってやつだね。お母さんめっちゃ楽しみね。めっちゃ楽しみ、マジで楽しみ。わー、ケントさん、しじみの味噌汁とか牡蠣もいいですよ。牡蠣、ひなの牡蠣大好きですよ。しじみの味噌汁ね。しじみの味噌汁ね。じゃあ、それは、絶対に飲みます。まさくまー、まさくまやっほー、クラックありがとう、まさくまありがとう。最近二十歳、そう、20歳、ひなちゃん。20歳になったよー。シュック20歳、シュック20歳、ドキドキ。ドキドキタイムはもう過ぎ去り、野田部屋のは逆に今ハイテンションタイムが訪れておる。二十歳になる前は結構ふわーって思ったんですけど、二十歳19日の直前はね。でも今はわっしょい、わーい、二十歳だーって気持ち。嬉しいね、嬉しいね、ほんとみんなありがとね。ひなちゃんのお誕生日お祝いしてくれて、この12時まで起きてくれて、ひなちゃんお祝いしてくれてありがとう。ひなちゃんのことを一生愛そうね。二十歳になっても愛してね。母さん年上だそうですよ。ひなのはお姉さんです。キッズだな。あ、人を指さしてしまいました、すみません。キッズだな。マリカ、私の20歳は4年前だ。4年前。じゃあひなのちゃんと4歳したお兄さんですね。グナおやすみなさい。グナありがとね、起きててくれて。おやすみありがとね。私6速24時回ってるのか。そうだよ、24時回っちまってますわよ。回っちゃってます。どっちどっち。24時で、ひなちゃんは20歳。あ、写真撮ってよ、みんなスクショして。やっぱ目が乾いた。スクショできた？スクショできた？できたかな？なんでコメントしてくれないの？できたかできてないか言ってよ。ひなちゃん今日誕生日だからお姫様だよっていう、ちょっと自己中でいくね。ひなのは今日はお姫様にしてね。みんな今日は仕事午前中だけだからお昼からもお祝いできる。本当に？じゃあお祝いしてね、ひなちゃんをいっぱいいっぱいお祝いしてください。できたよ、できました。多分できた気がする。できませんでした、できた、できませんでしただと。じゃあもう一回、
ありがとう。ズッコさんクッキーありがとう。スクショしたら目閉じてるのが撮れた。目閉じてて可愛いのが撮れたってこと？目が閉じてて半目でとんでもない顔面が撮れたってこと？撮れた？できた。 PC で見てるから急いでスマホ開いてスクショしたから1枚。ありがとうね、みんな。ありがとうね、スクショ偉いね。ひなちゃんの20歳の瞬間を見守った記念です。見守ってくれた記念ですね。ありがとう。20歳できた。できた、よかった。ありがとうね、嬉しい。可愛いの撮れた。本当可愛かった。痛い、またメタ刺しちゃった。そう、あのこいつのこいつで攻撃してます。スクショできました、よかった。ありがとうね、矢野ちゃんの20歳記念配信の記念品、記念品、記念写真的な。なんか今日前髪を切ったから前髪がすごいピュって感じがする。素晴らしい。あれなんですよ、そう、生徒撮影があったのでいい感じにでき写真を撮れるように前髪を切りました。たくさん撮れた。あまりか、えないね、たくさん撮って。えない、たかしろく半目3枚やった。半目3枚ある、気まずキキキキ、気まず。半目でも可愛いってことだよね、そういうことだよね。ありがとう、ありがとう。半目ではないのでセーフ、猫ベテさん。あ、半目ではない、あ、セーフセーフ、あ、それ可愛いってことだね。あ、よかった、セーフ。あぶねー、セーフ、ありがとうね。やっぱやはり前髪切ってるね。え、気づいたの、すごいじゃん。え、そうだよ、そうだ、切ったの。そう、え、めっちゃさ、めっちゃシュって感じでしょ、でしょ、気づいたんだ、えらいね。よし、ちゅうちゃんじゃん。たかしろくそれを残さないように消しとく。死ぬって消してくれるの優しい、ありがとうね。漏れてるやつだけ選んで残してください。漏れてるやつはひなちゃん可愛いねって見て、漏れてないやつはちょっと見なかったことにしてシュって消しといてください。わかるよ、わかる、偉い、偉いね、ひなちゃんのこと分かって偉い。そう、切ったんですよ。あ、そう、髪型は何にしてたかは言いません。まあ、まあ別に言ってもいいんですけど、まあ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 、まあ、とにかくまあいろいろとお楽しみにということで、ブロマイドとアクスタを取ってきました。アクスタが、アクスタが可愛い、めっちゃ楽しみにしてて。でもブロマイドバリ可愛い、マジ可愛くて、私はマジで怯えた。え、待って、え、これって撮っただけですよね、まだ加工してないですよねみたいな、え、可愛くないですかみたいな、やばーみたいな話をもう盛り上がってた。マジで無加工なのにもかかわらずとんでもお姫様すぎて可愛かったよ。ガチでみんなに見てほしい、早く。最近まだ隠してることもあるから楽しみにしてて。隠してることあるの何？楽しみ、めっちゃ楽しみにしてる。ありがとうね。はーたち、もうひなちゃんは今日は一生はたち、はたちしか言えない気がするほど、はたちって気持ち。はーたち、はーたち、母さん結婚してありがとう、母さんありがとう、絶対に結婚しような、のだ、求む、求むのだ、ありがとう。アクスタ飾りようと持ち歩きようとお酒が欲しい。やってやってやって、ぜひぜひゲットしてください、ぜひゲットしてください。本当にね、可愛いよマジでね。衣装も可愛いし、もういろいろと可愛いし、画面も可愛かったし、画面ねも可愛かったし、ちょっと優秀チャンネルだったので、ぜひゲットしてほしいです。ゆいちクッキーありがとう、マジで楽しみにしててほしい。もう野田部屋の生誕祭が楽しみすぎる。え、そう、今日ね、あのなんとね、通常チケットがなんと売り切れたんですよ。嬉しいですよね。なのでマスターさんに増やしてもらいました。なので皆さん2月24日ぜひ遊びに来てください。2月24日、表参道グランドさんで、あれがあります、野田部屋の生誕祭があります。なんか固定とかできないのかな、ライブタグ、ライブタグなんだこれ、ライブタグは知らない、ライブタグじゃない、テロップじゃないよね。ウェルカムコメント、本人がジルジル、視聴者がルームに出演する、必ず長いメッセージだよ、自己紹介やルームの説明、今日の配信のテーマなど書いておこう。これにしよう、テキストを固定する。なんだこれ、なんだこれ、野田ひなのです、2月24日、生誕祭あるのあります、ぜひ遊びにに来てください。で、設定する。で、どう、
これを固定するにしたいよね。固定するにさっきできるみたいなの書いてあったんですけど、なんだこれは、野田ヒアナは何をやらかしているんだ、なんで固定できる、あ、できたできた、どうどうどう、これじゃね、ヒアナがやりたかったのこれじゃん、それ正解、えらいえらい、ヒアナえらい、野田ヒアナです、24、野田ヒアナって書いてあるのに野田ヒアナです、いらんな、2月24生誕祭あります、ぜひ遊びに来てください、できた、えらちえらち、えらちえらち、こうやってできた、ふう、優秀、ひなちゃんできた、よかった、いまだにショールームの仕組みが全然分かってない、難しい、まあツイッターの仕組みもインスタの仕組みも何もまあ理解してないんですけどね、野田ひなの、おバカさんなので何も理解できてない、あれ鏡どこ行ったんだ、ちょっとどっか行っちゃった、偉いよ偉いよね、頑張りました、ひなちゃんえらち、待ってました鏡、うん、ああ鏡が落ちて割れちゃうかな、切り替え、セーフセーフ、今日は12時半ぐらいまで配信しようかなと思いますので皆さんぜひ教えてください、あでもあでもどうしようかな、あ12時半過ぎてる、あじゃあ1時にします、来ます、じゃあ12時半ぐらいまでとか言ってたのに12時半過ぎてたので1時にしましょう1時にしましょう、まあ明日遅いので集合がもう過ぎてるね、気まず、やっぱり気まずかった、12時半ぐらい終了しようかなと思いますって今ポンって送ってきてもらったやつが12時31分ツーって感じ、まあ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 、あのね配信すればね、あのねすごいみんな話してくれて楽しいからね、 OK だね、そうしよう、醤油豆さん初見さんお誕生日おめでとう、ありがとうありがとう、みんなありがとう、二十歳になりました、パチ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 、あやかんライフありがとう、たかひろさんおめでとうありがとう、二十歳になりました、もう20歳も30分過ぎて早い、本当にやばいよね、30分過ぎちまったんだけども、やばくないか、やばくないか、あのこれ食べたい、食べていいかな、二十歳だし許される、これ今日いただいたクリスピークリームドーナツ、こんな12時過ぎてるのにクリスピークリームドーナツ食べていい、許される、いや許されるよね、だって誕生日だし、今日誕生日のお姫様だからさ、あの12時過ぎてるけどさクリスピークリームドーナツさ食べてもいいよね、いいよってコメントないと食べれないじゃん、みんないいよって言ってよ、今日お疲れ様、楽しかった、え、タカヒロってタカヒロ、タカヒロってタカヒロなの、タカヒロってタカヒロ、ヒアノの思ってるタカヒロかな、ありがとね、楽しかったヒアノも、ありがとね、マミュさんお誕生日おめでとう、マミュさんありがとう、いいよ大輝、いいよ本当？いい？いい？これ許される、だってさ今日もらったやつだから今日中に食べたいじゃん、今日中に食べたいから、ちょっとねちょっとはは20歳になってさ、た誕生日だし、まあ今日ぐらい12時過ぎてもたと別でもいいかなって思ってるんだけど、どうすか、自己責任気まず、自己責任気まず、高広、あそうなんや、高広かパパ、やっほーありがとね、今日楽しすぎた、マリカありがとう、なのも楽しかった、ありがとね、おいしいうちに食べよう、誕生日の日だけどいいんだよ、来ました、もう私はもう皆さんの言葉を信じて食べるからね、もうこれで明日むくん、むくみのさ、むくみ取りのさドリンク買ってきてないやん、本当に食べるの、寝る前のカロリーは気まずホリバラありがとう、もう食べづらいじゃんそんなこと言ったらさ、みんなもうじゃあもう食べない、もういい、明日の朝ごはんにする、もういい、もういい知らない、もう私はもう知らん、もう食べない、やっぱりもう明日の朝ごはんにするし、いいし冷蔵庫入れとくし、わらわらわらじゃないよ本当に、もう我慢するよ、分かったよ、なのかね、あのね、あね、もう、うん、明日にはカペカペになるから早く食べなさい、疲
少しだけ。今日はピアノが主役なんだから何でも許される日なんだよ。今日ぐらいいいと思う。本当に。でもさ、本当に本当に本当に大人になって最初の我慢した日なのであった。あ、我慢。あ、ふぐふぐ。だってね、少しだけとか思っても野田ひなのが少しで我慢できると思うの？え、みんなさ、みんなさ、ひなののことを、まあ、結構分かってくれてると思うんですけど、みんなひなのが、じゃあ半分だけとか、じゃあ一口だけって我慢できる人だと思うんですか？おいしいって食べちゃう人に決まってんじゃん。おいしいうちに食べないと。本当にそれはそう。食べたいなら食べる、今いらないなら朝にする、もらったの全部食べよう。もうさ、もらったの全部食べたらさすがにさ、もう野田ひなのさ、おぶーちゃんだよ。でもちょっと食べ始めたら全部食べれちゃう絶対。いや本当にそう、私本当に食べ始めたらマジで無限食べれちゃうんですよ。マジで皆さんが思ってるよりもめっちゃ食べるんですよ。皆さん思ってるかもしれないですけど、私本当にめっちゃ食べるんですよ。めっちゃ食べるんですよ。永遠食べちゃうので結構えへって感じ。やっぱりでも大人だから、もう二十歳になって大人だから強い意志を持って半分食べるってことにしない？だってもう二十歳の大人だからさ、マジで強い意志持たない？みんなに、みんなで、じゃあこれ今日誓うわ、ひなの。私は二十歳になって大人になったので、クリスピークリームドーナツ半分でやめます。え、もうこれもう宣言しました。大人なので大人に二言はありませんね。全部食べたらなくなるから食べてないと一緒だよ。そうなんすか？そうなんすか？半分食べるの花みたいだ。でもヒアナも宣言したから、私も宣言した。強い意志を持って全部食べなよ。気まず気まず。みんなすごい誘惑してくるじゃん。ほり大人だもんね。そうだよ、私大人なので、正直皆さんまだ子供だと思ってるかもしれないですけど、まあ、正直も私も二十歳を超えた、もう成人した大人なので、まあ、ちゃんと自分の意思で止められると思うんですよ。私は大人なのでね。ベックさん、チラチラ見に来てくれてありがとう。ベックさんありがとう。若いうちに甘いものたくさん食べよう。そうだよね、そうだよね。まあ大人だからさ、大人だから半分食べる。大人だからさ、大人だからやった、食べてもいいの？本当に？野田ひなのが叫んだ瞬間にエアコンが静かになったんですけど、うるさいってこと？エアコンまでも俺をバカにするとか、こら。自分の意思で完食する未来が見えた。違うよ違うよ、野田ひなのは大人だからちゃんと半分でやめるよ。好きなだけ食べれるのも大人の特権。そんな、まあでも今日私も宣言したから、さあ、だってね、わかるでしょ。だからヒアノはもう大人だから、もう意識をしてちゃんと自分で強い意志を持って生きることを決めてるので、そう、もう大人なので、まあ、皆さんも多分どうせ無理だろうとか思ってるんですけど、バカにしないでください。もう大人なので。半分はどの半分だろうか。ハートの、これハート型になってるんですよ実は。これ結構ひっついちゃってるんですけど、こっから こっから半分、この半分食べる。食べな、食べる。20歳最初の試練がどうなってんの、ひなのんだし。かわいいだろ、かわいいだろ。すごいな、これ、あの初めて食べるかも。このクリスピーさ、なんかいつも絶対食べるならさ、ティッシュ用意しといてよかった。食べるならさ、あのオリジナルグレーズドみたいなやつを絶対食べるんですよ。だからこういうやつ初めて食べます。ハート真っ二つってこと？ハート半分にしていいです。なんでみんなそんなこと言うの？食べづらいじゃん、そんなに言われたらさ。なんなんだよみんな、おかしいだろ。ハートが割れたままのかわいそう。え、じゃあそう、え、割れたまま、え、じゃあそう、全部食べていいってこと？え、そんなんさ、まあね、さ、とりあえずまあ強い意志を持って私は食べますよ。いただきます。みんないいって言ったから食べちゃうからね。やった、はい、いただきます。二十歳最初の食事、クリスピークリームドーナツ、ハートの半分。おー、おいしそうですよ。見えますか？いただきます。
いい、食べちゃうからね。いただきます。普通に食べていい？普通に食べるね。うまっ。今日頑張ってよかったな。おいちなんでエアコン消えたの？寒いんだけども。まっ、ちょ待って、アルプスの牧場さん、お誕生日おめでとう、ありがとう。ベックスさん、ハートの割れそう、ハートの半分食べるの。食べちゃうからね、が可愛すぎる。そう、食べちゃったよ。だっておいしいな。他にはね、食べ物いっぱいある。あ、でもさ、ディアのこのやつとかもさ、早めに食べた方がいいよね。いやー、今日は今日、まあ、バレンタインだからね。まあ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 、とりあえず半分食べよう。みんなが知りたいのはこの味の感想だと思うんです。めっちゃ美味しいよ。なんかみんな食べた方がいい。バレンタインは昨日です。うるさい。うるさい。うるさい。今日バレンタインだ。うるさい。うるさいとか言ってごめん。ゆめたんも配信しながらスイーツ食べてる。シンクロしてる。セーフ。はい、よかった。自分だけじゃなかった。ありがとうって後でゆみに LINE しよう。私は結構常にユミと LINE してるので、いやマジでありがとうって LINE します。あぶねー、ギリセーフ。自分だけじゃなかった、ギリ耐え。あぶねー。結構大きいの、大きいよ。最高、幸せ。やっぱりね、食べ物は大きい方がいい。最高最高最高。うん、あざとい。待って、あざとい。取れた？取れてない。うん、取れた？取れてない。うん、取れた。取れてない。取れたね。みんなね、今すごい話がある。なんとね、食べた断面見せてもいい？ちょっと嫌だよって人見ないでね。え、みんな大丈夫？食べた断面見せてもいい？嫌だよって人は本当に見ないで、今から見ないでね。目を塞いで、OK って言って。 OK？ 嫌な人見ないでね。食べた断面嫌な人見ないで。いいよって言われるまで見せれないから、いいよって言って。分かったよとか言って。え、なんでコメントしてくれないの？あ、 OKOKOK いいね。じゃあ、本当に嫌な人見ないでね。なんとね、中にね、ここにね、カスタードクリーム入ってるの。カスタードクリーム入ってるんですか。え、なんか割ったんですけど、何あ、え、何これ。え、メイク道具が下から落ちてきたんですけど。怖っ。え、そう、カスタードクリームがね、入ってるの。幸せ。でもあともうちょっとしかない。いや、まだ大丈夫。うん、めっちゃおいしい。汚な口の周り、アウト。びっくりした今。もうあざといとかの次元じゃなく汚かった。びっくりした。見てると、お腹痛くて、お腹痛食べようか、ちょうだい。じゃあ一緒に何か食べて。一緒に何か食べて。一緒のだけ食べてるのさ、なのがさ、なんか
ね。なんか嫌だからみんな食べて、なんか早すぎて死んじゃった安田。可愛いでしょ。あと一口しか食べれない。とりあえず食べよう。なんでこんな口つくんやの。口の周りさ汚しすぎじゃない。みんなさ悲しいお知らせしていい。もうあと半分食べき、半分食べきっちゃった。そう、いや みんなにさあのち、なんて言うんだろう、なんかやっぱりあのハート半分だけさ残すってさ普通になんかかわいそうな気がするし、やっぱりカスタードって生ものじゃん、だからちょっと早く食べた方がいいかなってちょっと思うんだけど、どうかな、どうかな。みんな雪ねんねんクラッカーありがとう。って思ってるんだけど、みんなの意見はどうかな。ホリハートありがとう。これ体調崩して前出し食べちゃう。え、そうだよね。やっぱりカスタードを次の日に残して、まあ、お腹壊したりとかしてもやっぱり良くないかなって私は思うんですけど、まあ、皆さんがどう思ってるかちょっとなんか知りたいかなって思うんですけど、あんなだけ残ったらカスタードクリーム買っちゃうし。そうだよね。やっぱね、ね、なんかね、食べ物の気持ちを考えたら自分が自分のためよりもちょっとこの食べ物の気持ち、やっぱりこのドーナツの気持ちと、まあ、この中のカスタードの気持ちを考えたらやっぱりこの食べてあげた方がいいのかなって私は思ってるんですけど、ハート半分残すアイドル、あ、そうだよね。やっぱりひなのの愛は本当にいっぱいってことなので、やっぱり半分っていうのはちょっとやっぱ縁起も悪いし、ちょカスタードも悪くなっちゃうし、ちょ乾いちゃうしってことで、私はちょっと食べるね。ごめんなさい、本当に意志が弱い大人で、意志が弱い大人でごめん。うん、うまっ。めっちゃここにつくよね。基本的にドーナツは賞味期限取れてる。そうだよね、そうだよね。人で投げたいの、ほら食べて正解だったんだよ。幸せそう、幸せ。うまっ。いやー今日はいい一日だな。やっぱ誕生日って最高、お姫様って気持ちいい。美味しい。でもこれ服に起こしてないかが怖い。でも大丈夫そうだと信じてる。美味しいな。うん、めっちゃついた。うまっ。みんなも食べた方がいいよこれ、バリうま。かわいかです。ほんと許して、めっちゃおいしい。幸せかもしれない。ほんとに迷ってたのがバカみたいだよ。爪にチョコつけてるやんか。
やらへん、あのすぐ汚すからさ。でも、でも終わり近づいてきてる。寂しい。あともうちょっとになっちゃった。意外と意外と意外と早く食べ終わっちゃったな。あと30個食べたい。今日はたくさん幸せを感じられる日だね。本当にそうだよ。もう部屋のちゃん幸せいっぱい。もうこの今の段階でもう幸せいっぱい。ありがとうね、みんなのおかげですよ。大好きだよ本当に。本当にこれ幸せそう。幸せぬちゃん幸せ。でもあとね、ドーナツがもうちょっとで終わっちゃうんだ。幸せな時間って一瞬なのかな。そんなことないよね。やっちゃんのドーナツの幸せがあったらみんなが幸せにしてね。これさ、これさ、チョコレート、チョコレートって剥がしてる。まさかだけど、どうなってる。これさ、手手でしてさ、これさベチョってなっちゃってるけど、手手で食べていいかな。ティッシュあるし許される。ちょっとこれだって取れへん。あとこれだけになっちゃった。これは一口でいけるのでしょうか。一口でいったら私は結構喋れないタイムが続くと思うんですけど、みんなどうかな。一口で食べてもいい。一口で食べるね。入らなかったら諦めます。まあどうせいけるでしょう。20歳ならいける。20歳ならいけました。いっていっちゃいました。美味しかった。食べきっちゃった。チョコついてる、ついてるね。やだ、この辺の。本当に20歳になったのにこんなに口つけて恥ずかしいな。やば、こうやって鏡で見るとさ出来やばなんですけど。スイッチさん、食券さん、こんばんは。スイッチさん、見に来てくれてありがとう。こんばんは。大丈夫かな、めっちゃチョコがついてるんですけども。うん、どうでしょうか。ごちそうさまでした。うまかった。おいしい、幸せ。やっぱりね、食べてよかった。意志が弱い、弱い女でごめん。よし、弱くてごめんね。みんなごめん。よし、弱くてごめんね。でもね、あの、後悔はしてません。後悔はしてません。美味しかったので。炭酸飲みたい。炭酸が飲みたいです。もう二十歳になってから食べたいものだらけ。炭酸が飲みたい。でも我が家に炭酸がないから諦める。誕生日だから好きなだけ食べよう。え、好きなだけ食べる、食べちゃうんですか。好きなあれとか食べたい。なんか、
きそばとか食べたい。なのが幸せなら良き。うん、幸せ。なっちゃんも幸せ。ライフガード送ってきた。いいの。ひなちゃんの分は？ひなちゃんの分はないの？ずるい。矢の誕生日なのに。矢の誕生日なのに。ずるい。カップケーキもあるんだっけ？え？そうなんですよ。いや、他にもたくさん食べ物あるんですけど、やっぱりなんか手作り系のやつとか生もの系は早く食べた方がいいかなっていう気持ち。生誕1週間前から本気出せば大丈夫。あのね、矢の生誕1週間前以降はね、あのね、人とのご飯の予定入れてないの。偉いでしょ？マジで頑張る。昨日あれだったんですよ。昨日あのお昼夕方ぐらいにあのユミンチですき家を食べたんですけど、そう、あのちょっとだけ食べて、それ以降何も食べなかったんですよ。まあ3時ぐらいに食べたかな、3時ぐらいに食べたんですけど、それ以降何も食べなかったら今日撮影バリ漏れてたので、意外といい感じになりそう。たくさんラーメン食べような、絶対食べような。ひやのちゃん今ね、あれ食べたい、あれ食べたい、なんか塩ラーメンとか食べたい。珍しい。ひやの結構いつもこってり系が好きなんやけどさ、今日珍しく塩ラーメンとか食べたい。大人ってこと？大人じゃない？塩ラーメン選ぶなんて大人。カップケーキもあるんだっけ、どうなのか見てみたいな。あ、そうだよね、だってさ、あんた リアのこと好きやもんな。リアが作ってくれたカップケーキ見たやろ。見せてあげるね。ラーメンオフ会お願いします、梅さん。うわー、ガチであり、めっちゃあり、めっちゃあり、それ最高。リアがね作ってくれたカップケーキです。これ止められてます、こうやって止めてくれてて優しいね。めっちゃ美味しそう、やばい、めっちゃ美味しそうやで。てかさ、野田ひなのさ、またさ、次の食べ物にも手を出し出した。あ、やばい、誰か止めてくれ。どうしよう、みんな誰か止めて。ひなの友信さん、食塩さん、こんばんは、見に来てくれてありがとう。みんなひなのを止めてくれ、みんなひなのを止めて、お願いだからひなのを止めてくれ。これひなの止めてくれなかったら家にある食べ物全部食べ尽くしてしまう。でもやっぱ、でもせっかくだってリアがねバレンタインにくれたものだからさ、絶対に美味しいさ、美味しいものをさ、美味しいうちにさ、ちゃんとさ食べたい。見て、美味しそうね。部屋のね、アーモンドね大好きなんですよ。アーモンドスライスが乗ってるの、優しい、大好き、ありがとう。リアリアありがとう。女子アナの息子さん、ハートありがとう。ヤッホー、女子アナの息子さん、ヤッホー、久しぶり。やっぱりさ、でもあ、寝る前のカロリー摂取は、夜の夜の小生たちよりまして、皆さんこんばんは、私の息子さんありがとう、見に来てくれてありがとうね。アーモンドスライス超好き、ひなちゃんも超好き。ビービーさん、お誕生日おめでとう、ありがとう。女子ナの息子さん、クッキーありがとう。20歳で成長した食レポみたいです。え、食レポみたい、本当に本当に。じゃあ食レポできるかな、朝食べれば。もう、そうだよね。あの、まあ、さっきやっぱクリスピークリームドーナツ食べちゃったし、やっぱりね、まあね、アイドルとして考えるとやっぱ食べないことが、まあ、正しいよね。まあでもそうだよね、人としてだったら食べる方が正しいよね。まあでもアイドルとして考えるだったら食べない方が正しいの。でも人としてだったら食べる方が正しいよね。チョケイさん、こんばんは、見に来てくれてありがとう。とりあえず一口だけ食べてみよう。でも部屋の意志が強い大人ってさっき宣言したんだよな。意志が強い大人でさっていうのを言ったんだよ。そういえば朝からハッピーだよ。ひな朝起きれない、起こして。ひな朝起きれないんだもん。これ食べちゃうと2時3時まで食べ続けそうで、朝にしましょう。そうですね、そうだよね。ここでさ食べるとね、食べちゃうよね。何時起き、決めてない、分かんない。昼とかじゃね、昼ぐらい、早く起きれない。
8時におはようしてまた寝る、寝る、寝ます。で配信しに行く、そう配信しに行きます。やっぱりあ、アーモンドスライフ1枚だけ食べたいの、1枚だけ、ちょっと1枚だけ食べたい、1枚だけ。部門ね、そうだよね。あ、明日にしようか。そうだよね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 。分かった。ちゃんと我慢する。で、明日食べるね。あの、意志が強い大人だからさ。ちゃんと我慢する。意志が強い大人だから。すみません。意志が強いからね、ピアノは。ピロスケさん、初見さん、こんばんは、ありがとう。J 金子さんかな、初見さん、ポポチョコレートありがとう。ちゃんと我慢して偉い。1時になっちゃった、もう1時になっちゃったの。やっぱじゃあ1時15分までにしようかな。終わる気ないの、大変なの。みんなが早く終わってほしいって言うなら終わるけど、みんながさ、早く終わってほしいって言うなら終わるけどさ、どうしたいの。みんなは今、手ぶつけた。なのちゃん二十歳なのにさ、なんか全然二十歳らしくない、やだもう。今来たばっかり行かないで、ほんと。じゃあ15分までしよ、15分までしよ、5時までしよう。絶対やだ、絶対やだ、さすがにそれはできない。のんちゃん眠くなっちゃう。なんか終わらないで終わってほしくない、ほんと。じゃあ15分までにしよう。どうしよう、どうしよう、どうしよう。ねえ、まだチョコついてる。なんでさっきさ頑張ってさ取ったのにさ、一応口にチョコがついてるんですけども、なんでだろう。子供じゃん。二十歳になって大人になりたいって大人ぶってるのにもかかわらずさ、まったくもう。と、かわいい。リップでうるうるひなちゃん、かわいい。5時までならこのタイミングで腹ごしらえですけど、ねえ、おかしいよね。みんなでさ、なんでみんなで部屋の5時までさせようとしてるんだ、おかしいだろ本当に。でも5時までしてたらみんな寝ちゃうじゃん。みんな寝るんだろうどうせ。岡部正幸さん、お誕生日おめでとう。岡部さんありがとう、お誕生日になりました。なんか買いすぎなんだよ。そうだよね、可愛いよね、ひなちゃん。うんふふ、してよ、ありがとう、ありがとう。せいちさん、ハートありがとう。ピロスケさん、クッキーありがとう。母さん、かなり眠いです。眠いの？じゃあダメじゃん、ねんねしなさい。ヒアノよりもまだ若くて子供なんだから。もう大人だから、ヒアノ子供なんだから寝なさい。子供は寝なさい。母さん、寝落ちしない自信はない。寝落ちしない自信はない。寝落ちしない自信はないってことは、寝ちゃうってことじゃん。寝ちゃうってことじゃん。寝落ちしても5時にはまた起きるから安心して。なんでみんなでさ、部屋の5時まで配信させようとしてるの。いや、できるよそれはもちろん。でもひなちゃんが眠くなっちゃうでしょ。眠くなっちゃうでしょ。恐ればせながら、お誕生日おめでとうございます、ありがとう。自身の息子さん、ありがとう。お母さん、鳥も食べない。めっちゃ食べさせようとするやん、ひなちゃんを。なんでひなちゃんをさ、ブクブクに太らせようとしてるのか。なんか5時か、5時なんて起きれないよね。みんな無理だよね。これ15分無理だよ。ほらほら、ひなちゃんの仲間がいた。ほら、5時なんて無理だよ。5時まで起きれると思ってるのか俺様が。まあ起きれるんだと思うんだけどさ。ケッタソー、お誕生日おめでとうございます、ありがとう。ケッタソー、ありがとうね。
岡部正幸さん、遅ればせやで、遅ればせ、ちょっと難しかったのだ。ひなのには難しかった。俺様は、俺様とか言っちゃった。ひなのちゃんも二十歳になったのにもかかわらず日本語が分からなかった。ふやんふやん。15分に終わらせて、わた星ちゃう、なんだわた星。みんなみんな充電が 20% 通知が来た。もうこれはダメです。これはちゃんと終わらせましょう。終わらせましょう。寝ちゃう、あ、寝ちゃうってことね。そうだよね、ひなちゃんも寝ちゃうからちゃんと終わらせよ。けど今日なんとなくいつもより目あった気がして楽しかったです。え、分かってんやん。この前さ、ショールーム来てくれて話したから、ちょっと見ようと思って見てみた。ありがとうね。そうです、15分になったら終わります。野田ひなのはこれ以上配信してるとガチで、あの家にあるものを全て食べ尽くし、あの寝てしまい、明日は起きれなくなって配信に遅刻し、あのとんでもない感じになってしまうことが、あのちょっと予想されますので、まあちょっと寝ようかなと思います。みんなもほら、明日平日じゃん、5時までは無理だよ。でしょ、4時40分起きてたけど、そうだよそうだよ、あなたは本当に今日頑張りました。絶対に寝ましょう、絶対寝ましょう。あなたは本当に頑張りました。ほり偉いです。4時40分起き、本当に頑張りました。マジで偉いね。ひなちゃんに会いに来てくれるために頑張って早起きして偉いね。偉いよ。なんか顔文字のうんってうんって顔文字の人、お誕生日おめでとう、ありがとう、お誕生日です、ありがとう。仕事休んで今日は正解だった。本当、なのちゃんに会えて幸せでしたか、可愛かった。ひなちゃんのバレンタインメイドさんは可愛かったですか。ふう、でもひなのはさっきちょっとドーナツを食べて胃が幸せ、嬉しいな、最高。あとは炭酸だけ飲めたら幸せなんですけども、さすがに炭酸はお家にないので諦めます。明日にしよう、絶対に。今日誕生日だからね、誕生日だからもう何をしても許される日。ひなのちゃんはお姫様の日ということで、好き放題行かせていただきますので、皆様ぜひ甘やかしよろしくお願いします。これピースキモくない、これピースってしようとしてたのに、これでなんか一本出してピロピロピロってしてたの、めっちゃキモくない、フェティしたかった。もうタイプだった、やっぱ可愛いでしょひなちゃん母さん明日楽しみに寝れないかも。寝れないんだ、眠いってさっき言ってただろ、さっき言ってただろ、言ってることが違うだろ、ホラーを吹くな。あきちゃん、はい承知しました姫、えらいよ、俺様姫ってこと。みんなひなのちゃんを甘やかしましょう。一日本日はあの姫として過ごさせていただきますので、皆様ぜひよろしくお願いします。昨日はメイドとして過ごさせてもらったんですけど、本日はお誕生日ということで、まあ、姫として活動させていただくので、皆様大切に大切にあの愛情を持って接していただければ、育てていただければと思います。ぜひよろしくお願いします。フィオレハッピーバースデー、フィオレありがとう。フィオレもね、2月10日誕生日ね、おめでとう、ありがとうね。お誕生日チカチカ同士おめでとう、ありがとうですよ皆さん、本当に二十歳ですわよ。でもね、本当に本当に本当に私はさっきから意志が弱い女をして、二十歳という二十歳のなんていうの、大人アピールをみんなにねできなかったので、ちょっと悔しいところはあるんですけども、あるんですけども、まあこうやって皆さんにね、あの大事大事してもらえてよかったです。日が変わったら姫タイム終了。おー、気まず、きまず、日が変わっても姫タイムさ、姫、あの超姫タイムにしよう。今日はスーパー姫タイムで、普段は姫タイムにしましょう。そしたら矢野ちゃんは幸せ、まこさんお誕生日おめでとう、ありがとう、まこさんありがとう、お誕生日になりました、20歳になっちゃいました。ひなちゃん、俺様20歳になりました。ピロチンさん、初見さん、ハートありがとう、お誕生日おめでとう、ありがとう、ピロチンさんありがとう、20歳になりました、ありがとう。20歳です、20歳、あい20歳って気持ちですね。石弱女のひなのちゃんもよろしくお願いします。あのちょっとずつにします。一気にっていうのはちょっと厳しかったので、ちょっとずつ大人になっていこうと思います。大人になっていくってことですね。これは分かりますか、君とセレンディピティの翼という歌ですね。野田ひなのがこう手を差し伸べるの、こうやってこうやって握ってくれるんですよ、こうやって
アマゾンさんお誕生日おめでとう。アマゾンさんありがとう。秋田姫の延長は別料金になります。気まず。ベベベ別料金気まず。延長気まず。姫延長してくれないんだ。ああじゃあそうやってひやの姫って扱ってくれないんだ。ああ悲しいな。ひやのちゃんが、ひやのちゃん悲しいな。ビショップさん、初見さんお誕生日おめでとう。ビショップさんありがとう。お誕生日二十歳になりました。ありがとう。みんなありがとう。みんなひやのちゃんを姫扱いしてください。ひやのちゃんがメンヘラになっちゃいます。母さん お姫様だね。そうです、私はお姫様です。大切にしようね。ひやのお姫様だから。ひやちゃんお姫様なので、今日誕生日でお姫様なので、大事大事、大切大切、よしよし、いい子いい子してください。わかったかにゃ。はーいはーいってコメントがないんですけど、え皆さんどうしました。え皆さん、皆さん何してますか。私があの大丈夫かにゃーって、お姫様してくれるかにゃーみたいな感じのこと言ったのに、はーいとかなんかコメントがないんですけど、皆さんどうなってますか。何ですか。私今日ただ誕生日なんですけど、皆さん大事大事してくれないってことですか。どういうことですか。最悪女のだひなの、人様を煽ってしまう、よくないですね。はい、なんすか。なんすか。おかしいよね。はい。何うとうとしてた。おかしいよね。どういうことそれ。どういうこと。ひやのさ、お姫様じゃないってこと。じゃあひやのお姫様じゃなかったんだ。それでひやのお姫様じゃないんだ。はい。おみんな雑やな、ほんま。おかしいだろ。もっと大切にしてください。ひやちゃん、誕生日だよ。大事大事してよ。はーい、気が抜けんな。ねえ、気が抜けんな。もう気まずいって。伝説のメンヘラ配信見れんかったのが再来してる。待って、伝説なの。ヒアノンのさ、メンヘラ配信って伝説だったんだ。ヒアノン伝説配信だったの、あれ。ヒアノちゃんのことメンヘラって言うんだ。でも今日のね、定期のね、なんか萌えゼリフを本当は本来やりたくなかったんですけど、萌えゼリフをやることになってしまったんですよ。台本を見たら萌えゼリフと書いてありまして、と思って、私は見た瞬間にうわーって思ったんですけど、まあ、萌えゼリフをやったんですけど、まあ、愛重めな感じでやらせていただいたんですけど、みんなにメンヘラと言われました。ひやのちゃんメンヘラじゃないよね。ちょっと愛が重めなだけだよね。そうだよね。ひやのちゃんがメンヘラだと思ってる人いんの。ひやのちゃんメンヘラじゃなくて少し愛が重めなだけだよね。そうだよね。ねえ、コメントしてよ。あれ可愛すぎね。本当可愛かったでしょ。でも可愛かったでしょ。可愛かったでしょ。ほり、お姫様ってこと。えらいね、ひやのちゃんとお姫様してくれて、えらいね。ひやちゃんお姫様だよね。ひやのが今コメントしてって言ってるのに、なんでコメントしてないの。え、なんで。ははひ、はい。ええ、みんなどういうこと。重いがいいぞ。そうだよ、重い方がいいんだよ。人間っていうのは、人間っていうのは愛が重い方がいいんだよ。かわいいね。かわいいでしょ。かわいいでしょ。愛重々でかわいいね。マジで振って恥ずかしいよ。うん、なんかね、うわーってなる。昔は本当に燃えてるが恥ずかしいと本当に思わなかったんですよ。でもなんかさ、もう大人になってきて、燃えてるって恥ずかしいものだということに気づいてしまったので、ちょっと恥ずかしいっすね。アマゾンさん、ファーイ。おー、眠そうな。ハワイやな。あやか姫、お誕生日おめでとうございます。姫ありがとう。姫じゃない、姫俺も気まず。あやかありがとう。あやかありがとうね。やのちゃんと同い年だったのに、あの一歩先進んじゃったね。先進んじゃったよ、ひやのさんが。あやか、ひやのちゃんが先進んじゃったよ。あきちゃんかわいいよ。ひやのかわいい、ニコニコ。そうだよね、ありがとう。あきちゃんそうだよね、知ってる。私は大人になってる。そうだよ。おう、とうな。俺様は大人、成長してます。私ね、そろそろ15分お知らせします。めこぺちゃんの本当に。じゃあランキングを読んでいこうかな。行きますわよ、行きますわよって言って読み出すのもちょっと気持ち悪いね。行きます。13位、ケントさん、ありがとうございます。12位、女子アナの息子さん、ありがとうございます。11位、ズッコさん、ありがとうございます。10位、タカシロック、ありがとうございます。9位、ティガー、ありがとうございます。8位、マリカ、ありがとうございます。7位、アヤカ、ありがとうございます。
6位ひろぽんさんありがとうございます。5位かわさんありがとうございます。4位ほりありがとうございます。3位あきちゃありがとうございます。2位大輝ありがとうございます。そして1位なるせさんありがとうございます。ありがとう、みんなありがとう。みんながこうやってお誕生日をね、あの直接お祝いしてくれて、直接こうやってあのお誕生日の瞬間をみんながお祝いしてくれて、とってもとってもとっても嬉しかったです。みんな見てくれて本当にありがとうございました。20歳のひなのもぜひぜひ愛して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 ください。大切に大切にしてね。みんなを幸せにします、ひなのちゃんが。なのでみんな一生ひなのちゃんのこと好きでいてね。20歳のひなのもよろしくお願いします。明日の19時からあのまたこのルームで配信するんですけど、あのその時はお酒を飲むので、二十歳になってですよ私で、お酒を飲むので皆さんぜひ見に来てください。19時からね、明日の19時からこのルームで配信します。ということで今日はありがとうございました。野田ひなのちゃんお姫でした。また明日ね、おやすみなさい。